大方の予想通り、決勝で日韓戦が実現した。中国、広州で開催されている第19回アジア大会。10月4日に男子サッカー準決勝の2試合が行われ、日本が香港を4対0で、韓国がウズベキスタンを2対1でそれぞれ下し、ファイナルに駒を進めた。2大会連続の同一決勝カードとなり、日本は13年ぶり2度目。 韓国は3大会連続6度目の優勝を狙う。動画、若き日本が香港を4発1周。アジア大会準決勝の最新ハイライトをチェック。苦しみながらも勝利を収めたウズベク戦を受けて、韓国専門メディア、フットボール EST は、日本と韓国がまた決勝で顔を合わせる。ファン・ホンソン監督にとっては1年前の、ゼロ三屈辱を晴らすチャンスだ。と命打ち。 プレビュー記事を掲載。まずは今回の U から22日本代表を次のように表している。日本は決勝トーナメントに入ってからの3試合で13得点、1失点と波に乗っている。彼らの強みは何と言っても攻撃のバリエーションと前線からのハイプレッシャーだ。本来のベストメンバーではないものの、日本代表は全てのカテゴリーで統一した哲学を共有しており、今大会のチームも例外ではない。 ショートパスを繋いでどんどんペナルティエリアに飛び込んでくるだろう。日本の攻撃力を警戒しつつも、一方でフィジカルは弱点だ、と指摘。準々決勝の北朝鮮戦では、敵のダイレクトなスタイルとボディコンタクトを全面に押し出すサッカーに苦しんだ。彼らは韓国よりも2歳若く、年代別代表での2歳差は体格面で大きく影響する。韓国が優位に立てる側面だ、と論じた。 昨年6月、ウズベキスタンで開催された U23 アジアカップで韓国は日本に0対3の乾杯を喫した。同メディアは、スコアでも内容でも乾杯を喫した。だが、あれから1年、今大会のチームはまるで違う。と記して以下のように U24 韓国代表チームを持ち上げる。充実のスカッドを誇る。オーバーエイジで DF パク迅速、DF ソル4。 MF ・ペクスンホが各自の役割を全うし、当時のメンバーリストにいなかった MF ・チョンウヨン、MF ・オムウォンさん、DF ・ファンジェオンらが著しい成長を遂げた。また、中心選手である MF ・イガインと MF ・ホンヒョンソクも1年前と比べられないくらいスケールアップを果たしている、今大会の日本に負けるはずがない、と言いたげだ。5年前のジャカルタ大会でも決勝で両国は退治した。FW ソン,フンミ民ン、 DF キム・ミンジェ、MF ファン・ヒチャン、FW ファン・ウィジョラそうそうたる面々が集う韓国に対して、日本は今回と同じく大学生を中心とした U22 世代で臨んだ。惜しくも延長戦の末に1対2で敗れ去ったが、韓国の選手たちにとっては兵役免除がかかった大一番だけに、重度のプレッシャーに苛まれていたのも事実だ。フットボール EST は、 ファン・ソン・ホンは5年前にキム・ハク・ボムが味わった栄光を再現しようとしている。3大会連続での金メダル獲得となれば、とてつもない偉業達成だ、と期待を寄せる。アジア大会男子サッカーの決勝は10月7日土曜日、日本時間の21時キックオフだ。厚生黒丸サッカーダイジェストウェブ編集部。